アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに伸び倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やり茶です。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024X2 リーグウエスト第3節その一戦となります昭栄ブザーズ対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。現在その試合を控えまして両チームサイドラインで最終調整を余念なく行っているところにあります。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。まず本日はホームチームという形になりまして、チームからブルーのユニフォームをまとっておりますのが、手前側におります昭栄ブレザーズです。その歴史は古く、発足は1975年、当時の日本社会人リーグに所属し、かつては一部にも在籍しておりました。しかしその過程の中において、スポンサー離れる、あるいはチームの運営厳しい状況になり、長く X3 の下位に低迷する日々が続いておりました。一時はドアマットと叫ばれた時期もあります。しかし近年、現在主将であります三上の号令のもと、多くの後輩たちがそのチームの中に在籍しまして、一気にチームの戦力立て直し、昨シーズンついに悲願の X2 昇格を果たしました。今シーズンまさに久方ぶりの X2 昇格、いや X2 復活のシーズンとなっております。その初戦も見事に白星飾りまして、一躍台風の目にならんとしております昭栄ブザーズが本日のホームチームとして在籍する形になっております。その日の出の勢い目覚ましい昭栄に対する格好で、反対側アウェーに陣取っておりますのが、同じく X3 昇格を決めました X3 からの昇格を決めました岡山スタンディングベアーズです。こちらも創部は1987年、若干は手前の年数になりますが、しかしこちらも社会人一部リーグに所属しておりました。かつては岡山の有名企業セリオを冠にしたセリオスタンディングベアーズとしてその名を轟かせたチームでもあります。近年はしかしそのセリアのスポンサー離れまして、非常に厳しい時期がありました。しかしこちらの方画面があります、佐藤建設ほか地元の数多くの企業の支援を得まして、岡山スタンディングベアーズとして立て直し、こちらも昨シーズン見事 X2 昇格を決める形でこのフィールドに戻ってきております。再び X1 のステータスを手に入れんとせんと、この X2 のステージ、そして定着目指さんと現在奮闘を続けております。その岡山スタンディングベアーズが本日の対戦相手となっております。今シーズンの X2 およびその下位にあります X3 は、その上位層である X1 スーパー、そしてエリアの大きな改変が前期行われ方格好になりまして、その陣容大きく変わっております。10代は X2 は1ブロック制、そして X3 は2ブロック制でウエストは運営をされておりましたが、先ほどありました通りに大きく陣容変わりまして、今シーズンは X2 は2ブロック制、そして X3 が1ブロック制に変わっております。この兼ねありまして昇格等のさまざまな諸条件は変わってきております。これらは最終的にシーズン終了時にその編成が正確に報道される形になっておりますので、そちらの方でご注目いただきたいと思います。今期も X2 そのような形で2ブロック制になっておりますが、当然 X1 エリアへの昇格は条件揃っております。本来ならば X1 にさっき進出しました発作防災設備崩壊伴いまして、 X1 エリアの下位最下位のチームとの入れ替え戦という格好になっておりますが、申し上げました通り、すでに記報の通り崩壊が大会する形になりました格好で、
今季は X のチームの最上位のチームかつ X1 エリアでの運営が可能な資金力を持ったチームが自動昇格する形になっております。これらの条件をかけまして現在はリーグ戦を戦っている格好になります。そして X2 は同時にその最下位のチームが X3 のチームとの入れ替え戦、そして降格の可能性も踏まえております。今シーズン先ほどの紹介ありました通りチーム編成の関係上、下位にあります2ブロックの最下位のチームがそれぞれ入れ替え戦の暫定権を得る形で最終戦いまして、これに負けましたチームが X3 の2位のチームと入れ替え戦を行うという形になっております。つまり X3 の1位は自動的に昇格する形になります。ただしこれも X2 での運営活動が可能な条件を整えていることが絶対条件です。これらを整えたチームが来季は X2 に昇格する形になります。それらの戦いが現在始まっており、そして第3節つまりそのリーグ戦を半ばに差し掛かっているという状況になっております。それぞれそのさらなる高み、あるいはそして現在の地位を脅かす状況にそろそろ差し迫る形になってくる第3節の状況となってまいりました。ここでの勝敗はその後の後半戦に大きな指針になってまいりますので、その一戦行われますこのその一戦となるこの試合、ぜひご注目いただきたいと思います。さあ両チーム最終確認を行っているさなか、審判団フィールドの中に進み出てまいりました。まもなく知能人招き入れてコイントスを行う形になります。審判団両チーム首脳陣招き入れまして、これより試合開始の時を告げます。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見の口球場にて、2024 X リーグウエスト第3節ショーエイブザーズ対岡山スタンディングベアーズの試合がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これよりフィールド中央にてコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日のホームチームという形になります昭栄ブザーズ、ブルーをまとっています。奥側はアウェイという形になります岡山スタンディングベアーズです。アウェイユニフォームのホワイトをまとっています。岡山スタンディングベアーズは今季 X2 昇格を機にチームカラー一新しまして、今までのエンジから鮮やかなライトグリーンにその基調を変えております。岡山キックオフ、昭栄リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形で行われます。両チームサイドラインに激飛ばして、これより試合開始となります。さあ試合に先立ちまして、 X3 リーグによりまして共同で作成されましたアメリカンフットボールの1分間ダイジェストをご覧ください。ボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード横53ヤード、得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点、タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キッ
ックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点、 X2 リーグでは 4×12 分の試合時間、試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃。さあ、ご紹介の途中でありますが、しかし試合開始となります。まず岡山キックオフいたしましたが、このキックはサイドラインを割りました。キックオフのボールは外へ出してはサイドラインに割ってはいけません。反則という形になります。この場合リターンチームはボールが出た位置から5ヤード進んだところからの攻撃か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、30ヤードのペナルティとして自陣35ヤードからの攻撃の開始、いずれかを選べますが、判定は果たしてどうなるでしょう。翔英は5ヤード下げて再度キックオフをすることを選択いたしました。従いまして岡山自陣30ヤード付近から再度キックオフという形になります。さあ、最初のキックオフは出しましたが、しかしキックオフキッカーは変わらず岡山スタンディングウェアーズ62番の溝口が務めます。岡山公立大学出身のプレイヤーです。今度はリターンします。翔英、ナイスリターン。リターナー26番、相手ディフェンス飛び越え、右オープンに展開し、自陣40ヤードを超えた地点にとどまりました。この位置から翔英の攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持って選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。まずは翔英の攻撃です。翔英自陣41ヤードからの攻撃、ファーストダウン点、1回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずラプレーきました。後方にいましたランニングバックにハンドオフをしまして、キャリア33番、相手ディフェンスを吹き飛ばすように右オフタック付近突破しまして、約7ヤードから8ヤードの原因となっています。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃1回となります。従いまして7ヤード進んだ地点で倒れたので残り距離3ヤードとなりまして、2回目の攻撃セカンドダウンに変わります。その最初のキャリーを託されたのは、翔英ブレザーズ33番の水口でした。神戸学院大学出身。この結果、翔英は自陣48ヤードからセカンドダウン3、2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離3ヤードの状況に変わっております。ナイスラン、ファースラン。翔英、今度は攻撃が開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行しようとしました。しかしクォーターバック、パスターゲットなしと判断しまして、緊急発進のランプレーに変えまして前進しました。しかしここでイエローフラッグが発生しております。フィールド上に審判団から黄色いウエストが壊れますと、イエローフラッグ、反則発生を意味します。先ほどの反則は攻撃側翔英に反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を握ったり掴んではいけません。この反則を犯しますと10ヤードの罰退となります。先ほどのプレー、反則を犯しました地点から10ヤードの罰則という形になりまして、結果的にセカンドダウンの状況は変わりませんが、セカンドダウンないんで試合再開となります。さあ、下がりましたが翔英、セカンドダウンライン、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離9ヤードと変わりましたが、さあ果たしてどのようなプレーを行使するでしょうか。さあ、ランプレーを投入しました。今度は左側、レシーバーがいないサイドにランニングバックを突入させまして、そのディフェンスの薄くなっているところを突くという形を選択した模様です。相手ディフェンスを吹き飛ばしながら約4ヤードの原因としています。
しかし攻撃権更新至っておりませんので、サードダウン3回目の攻撃に変わります。松永自陣46ヤードになりましてのサードダウン5、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は5ヤード。ナイスラン、ファースラン。ここで翔英再びランプレー。今度はラインバック32番にボールを託しまして、32番中央に体を飛び込ませまして攻撃権更新です。翔英ブラザーズファースラン、見事期待に応え攻撃権更新果たしましたのは32番の野田、近畿大学出身のバイスキャプテンです。さあこれにより攻撃権は1回目に返しました翔英。ボールの位置は相手陣47ヤードの位置に迫っております。ここから翔英ブラザーズファーストダウンテ、ナイスラン。クォーターバックにはここで下がりましてパスを投じようと構えましたが、ここに岡山スタンディングベアーズディフェンスもディフェンス漏らし、あわや投げる前に倒されんというところ、見事なボディバランスでこれをかわしまして左に展開しスクランブル決め、約8ヤードのゲインに変えております。素晴らしいパフォーマンスを披露したのは翔英ブザーズクォーターバック2番の山西です。近畿大学出身、こちらもバイスキャプテンです。翔英相手陣39ヤードからセカンドダウン2、2回目の攻撃、攻撃権更新必要距離2ヤード。さあ入っている、止まるか、ビッケーファースト。ここでランプレー、ランニングバックに託して中央突破完工。このランに応えましてランニングバック33番一気に相手ディフェンスを弾き飛ばして中央突破、相手陣に迫る見事なビッグラン決めまして攻撃権更新です。翔英ブラザーズファースト。ここでこの大きなランを決めたのは33番の南口でした。神戸学院大学出身のプレイヤーです。さあこれによりまして翔英相手陣深く11ヤードの地点に入りました。この位置からファーストダウン点に入ります。パス成功、ナイスキャッチ。ここでランプレーをフェイクにしたプレイアクションパスをクォーターバック2番完工しました。これが中央を走り込んだタイトエンド8番に見事決まりまして、相手陣ゴール前に迫るに迫る形になっております。ディフェンスある中見事にキャッチしましたのは翔英8番の川端、近畿大学出身です。さあ翔英セカンドダウン残り1ヤードに状況変わっております。そしてエンドゾーンまで残り3ヤードという非常に有利な位置にあります。さあ一発で決めるでしょうか、岡山組み留めるでしょうか。さあクォーターバック自ら中央に体をねじ込みました。ディフェンス群がりましてなんとかエンドゾーンへの突入は阻止しましたが、しかし攻撃権更新となっております。翔英ファースター、ここは翔英確実にまず攻撃権更新果たしました。これによってボールオン相手陣1ヤードの非常に得点のチャンス得やすい状況を作り出すことに成功しております。状況はここよりフォースダウン2ゴールの4回の攻撃でエンドゾーンを目指すという状況に変わります。翔英相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール、中央いった、タッチダウン。ここで翔英ランニングバックにハンドオフの中央へのランプレーを敢行しました。最も確実なパワープレーをランニングバック33番見事に決めまして、エンドゾーンに飛び込みタッチダウン。翔英33番の皆口のランによりまして先制となるタッチダウンを上げ6点獲得となっております。そしてタッチダウンとのランプレートライフォーポイント、
このキックも決まりまして1点追加、ショーエイブラザーズ7点、岡山スタンディングベアーズ0点とスコア変わっております。翔英着実にランプレーで前進しまして最後の1ヤード、これをランプレーで見事仕留めました。岡山の、強固なランプレーを見事ランディフェンスを見事に粉砕しましての先制タッチダウン獲得となっております。さあまずは翔英が最初の攻撃シーズン見事タッチダウンという形で先制する形になっております。その翔英のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を上げた側がキックオフし試合を再開します。従いまして失点したチームが次の攻撃を得やすい形になります。この形により攻守繰り返し得点を奪い合う試合になっています。さあ岡山としては何としてもこの攻撃シリーズを生かしたいというところになります。このキックオフリターンまず注目しましょう。翔英のキックオフです。翔英大きなリターンをされないためにわざとゴロキックスクイーズキックを敢行しました。この結果岡山はリターンの体勢を崩されましたので自陣40ヤード付近を攻撃の起点という形に変えております。しかしこの位置から岡山スタンディングベアーズ攻撃に入ります。さあまず先制点を許した格好になりました岡山ですがこの攻撃シリーズ生かし同点に追いつく形になるでしょうか。岡山スタンディングベアーズの攻撃となります。ボールオン自陣39ヤードから岡山スタンディングベアーズファーストダウン10、こちらも1回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離10ヤードとなります。まず最初のランプレー見事なゲインに変えております。何幕ハンドオフから左オフタックル付近中央突破線という構えでしたがしかしディフェンスの対応が良いと判断しまして左に迂回しました。この判断構想しまして約4ヤードのゲインに変えております。まず最初のダウンを前進という形にしましたのはランニーバック2番に入っている宝のようです。岡山、大阪体育大学出身。岡山セカンドダウン6、今度はクォーターバック13番ハンドオフをフェイクにしてあるいはオプションとしましてのランプレーに展開を変えました。クォーターバックが、キープを判断しまして左オープン突破を図りましたがしかしこれはディフェンス群がりまして前進は獲得できておりません、ノーゲインとなりまして、サードに変えます。ここでホイッスルになっております。時計操作誤っておりましたがここで第1クォーターの半分が経過しましたことにより審判団、ウォーターブレイクのタイムアウトを採用しております。アメリカンフットボールは審判団事前の協議によりましてその日の天候そして体調管理を考えクォーターの半分でレフェリータイムアウトウォーターブレイクを入れることがございます。本日は10月ではありますがしかしまだ日差し厳しい環境とありまして熱中症対策としてタイムアウトを入れる模様です。この配信は X2、X3、WEST 合同企画によって実現しておりますネット配信企画になっております。多くの企業様そして個人様の寄付がありましてこの配信は成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。もしこちらの方をご覧いただきご賛同くださいます方はぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあウォーターブレイク解けまして岡山スタンディングベアーズの攻撃サーダウン6で試合再開です。パス成功、ナイスパスカット。ここで岡山はパスプレーによる前進を図りました。中央付近に走り込んだレシーバーめがけてパスを投じたという格好ですがこれをしかし翔英18番見事にパスカットしましてパス不成功としフォースダウンに変えております。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。見事なパスカットをしましたのは翔英18番のサラミでした。関西大学出身のプレイヤーです。
さあ試合再開となります。岡山フォースダウンでパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこれにより攻撃は放棄という形になります。このパントはリターンできないポイントに蹴り込みました。結果翔英自陣16ヤード付近でボール止まりまして、この時点で攻守交代となります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー翔英ブザーズに変わります。岡山はまず何とか得点を上げたいというシリーズでしたが、しかし残念ながらパントに終わりました。しかし陣地挽回を図る形にはなりまして、翔英は自陣16ヤード付近からの攻撃と変わります。翔英自陣16ヤードからファーストダウン10。翔英はこの試合セットバックフォーメーションのツイン体系を多用する模様です。ツインは通常と違いまして、タイトエンドがいない側にレシーバーを固める2人固めたフォーメーションです。レシーバーが2枚並んだ格好になるのでツインとポライより呼称されております。まずランプレーから入りました。このランによりまして約3ヤードのゲインとなっております。まずはブロッカータイプの選手に短いタイミングでハンドオフします。ダイブプレーを敢行しました。早いタイミングのラン決まりまして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっております。翔英自陣19ヤードからセカンドダウン7。フォーメーションもこちらもベーシックなアイフォーメーション、ランニングバックをクォーターバックの後ろに後列にアイの字に並べる形を採用しています。ナイスプレーファーサー。クォーターバックプレッシャーの中、それを見事なボディバランスで振りほどいて中央付近にいるレシーバーにパスを投じまして見事成功させております。しかしこのプレーの最中に反則があった模様です。イエローフラッグ投じられております。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のヘルメットのフェイスガードを掴んで倒すという反則です。この反則は相手選手に非常に危険な事態を犯すため重大な反則として扱われます。反則の施行はプレーが終わりました点からの罰則15ヤードとなりまして、従いまして必然的に翔英自動的にファーストダウン獲得となります。またこの罰則を形利用する形になりまして翔英一気に相手陣に入る格好になっております。さあ翔英再び相手陣からの攻撃になります。相手陣40ヤードからのファーストダウン10。フォーメーションはバックアイ、そして同じくツイン体系です。右ツインになっております。ここで翔英クォーターバックプレイアクションからロングパス、奥に走り込んだワイドレシーバー26番これを見事にディフェンス振り切りましてキャッチしてそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。翔英クォーターバック2番山西の鮮やかなプレイアクションパスをワイドレシーバー26番山下にヒットしまして見事得点を重ねております。そしてこのトライフォーポイントのキックを決まりまして1点追加、翔英ブザーズ14点、
岡山スタンディングベアーズ0点という形にスコア変わっております。しかし見事なプレーでした。ランニングバックに引きつけられノーマークにあったクォーターバック、右にロールして一気に奥に走り込んだレシーバーにパス、これを見事に26番キャッチしまして鮮やかなタッチダウンパスを決めております。さあ着々と得点重ねる翔英、その勢いに乗らんと再びキックオフに入ります。岡山としては何としてもこのリターンで突破口を見出したいところであります。さあ今度は翔英の69番の、オーバイ、果たしてどのようなキックを蹴るでしょうか。近畿大学のキッカーです。さあこれもスクイブキックにした。リターナー17番これをすかさず取りまして、ハーフウェイ付近まで戻し、この絶好の位置を確保する形で岡山の攻撃という形に変えております。これは見事な判断でした。岡山スタンディングベアーズ17番の東でした。大阪体育大学出身のルーキーです。さあ岡山自陣46ヤードの絶好の位置からのファーストアウト。さあこのチャンスは何とかして生かしたいところではあります。岡山はショットガンフォーメーションを取っています。パス不成功。まずは左側に走り込んだランニングバックにヒッチパス、真横に近い前パスを投じました。しかしこれをレシーバーになりましたランニングバックがキャッチできず、パス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の地に戻され、セカンドダウン次の攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールはクォーターバックの位置によってフォーメーションの故障が大きく変わります。クォーターバックがラインマンの真後ろについている形をセットバック、バックが後ろにいる状態、そして離れた位置にいる状態をまるで散弾銃飛び散る形のショットガンと表現します。さあ今度はそのショットガンフォーメーションからランニングバックにハンドオフをしました。今度は中央突破を敢行する形になっております。キャリア23番1周点飛び込みまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。まずはランプレーで前進を図りましたのはランニングバック23番の、諸本でした。日本体育大学出身のプレイヤーです。岡山スタンディングベアーズサードオン6ボールオンハーフウェイ。さあ6ヤード突破、このワンプレーにかけます。ここでオプションプレーを実施しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはランニングバックにトスをしまして右オープンの展開を図りました。託されたのはキャリア9番、しかし相手ディフェンスが上がりまして、このランプレーによる獲得はなくフォースダウンに変わります。この辺りは翔英ディフェンス陣強固な動きを見せています。さあ最後の攻撃権フォースダウンですが、岡山どのような選択をするか。フォーメーションをパントフォーメーションに変えました。キックによる陣地挽回を図ります。パントは翔英陣21ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代という形になります。さあ翔英の攻撃を再びパントに抑えまして、失礼しました、岡山の攻撃をパントに抑えまして翔英の攻撃に変わります。ここまで着々と得点重ねる翔英、このシリーズも得点に結びつけるでしょうか。翔英自陣21ヤードからファーストアウト。
ダンプレーが入りました。ナイスライン。まずアイフォーメーションからランニングバック32番にハンドオフ。32番タックル受けながらセカンドエフォート、さらなる前進を図りまして約8ヤードのゲインを取っております。タフなランを決めましたのは昌栄ブザーズ32番の野田です。近畿大学出身。昌栄セカンドダウン2、ボールオン自陣29ヤード。昌栄はセットバックのアイフォーメーション、そしてツインの体系を本日は常用している模様です。キュービーサー、ここで岡山が見せました。クォーターバック2番下がりましてパスを投じようと構えましたが、その隙をつきまして岡山ディフェンス陣が殺到。キュービーサー、パスを投じる前にしたためこのプレーを阻止しロスを奪っています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事に押し返す形に岡山まず一つの鎖を打ちました。昌栄突破できるでしょうか。状況サーダウン4に変わっています。ここでフォーメーションをプロ体系に変えました。プロ体系はタイトエンド、そしてその両翼にレシーバーを構える形です。さあその広がったディフェンスを中央をフルバックにつかせました。キャリア5番ハンドオフから中央突破、ダイブプレー、相手ディフェンスのタックルを弾き飛ばし5番見事に攻撃権更新です。昌栄ブザーズファスター、見事このプレーを、攻撃権更新果たしましたのは昌栄ブザーズ5番の辻井でした。近畿大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新になった昌栄、ボールオン自陣33ヤードからのファースト運転。さあ体型をどうやらプロ体型に変える模様です。ディフェンスを広げる形になってその中央にアイフォーメーションのバックスを重ねました。しかしこれは岡山ナイスディフェンス。この、プロ体系で広がったディフェンスの中央を展開しようとしました。しかしそのランを敢行した際に岡山スタンディングベアーズディフェンス陣立ちはだかりまして、このランを阻止しノーゲインに変えています。番号を確認することができませんでしたが、おそらくは60番台の選手だったと思います。66番の佐藤でしょうか。関西大学出身のエイジ41のプレイヤーがこの試合でも活躍しています。さあ昌栄セカンドダウンテ、さあそこにフルバックを突入させます。ブロッカータイプの選手に早いタイプのタイミングの大プレーを敢行されました。ディフェンスの一歩前を進む形で前進を図りまして約3ヤードゲインとしています。キャリア5番は辻井でした。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして昌栄ブザーズ14点、岡山スタンディングベアーズ0点。まずは昌栄が2つのタッチダウンを奪いまして試合の主導権を握った格好になっています。攻守方向を入れ替えまして、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替わりでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序章となります第1クォーターは昌栄が着実に攻撃を展開しまして2つのタッチダウンを取りまして試合の主導権を取らんという状況になっております。岡山はこの状況に対して何とか打開点を見出したいところですが、この攻守の向き変わります。第2クォーターでその突破口を見出すことができるでしょうか。これより第2クォーターに移ります。さあそれぞれの進行方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。攻撃は昌栄、昌栄自陣37ヤードからサーダウン7で試合再開となります。さあ昌栄再びアイフォーメーション、ツインの体型を取っています。左ツインのフォーメーション、
成功、ファーストダウン。クォーターバックにはプレーアクションから、中央切り込んできたワイドレシーバー17番にパス、これを17番の見事にキャッチしまして攻撃権更新としています。ショーエーブザーズファーストダウン。鮮やかなプレーアクションパスを投じるクォーターバックには2番の山西、近畿大学出身、そしてそれをその期待に応え見事キャッチしたのは17番の安藤でした。早稲田大学出身です。翔英攻撃権更新しまして自陣46ヤードからファーストダウン10。さあ、 I フォーメーション変わりませんが今度はプロ体系に変えました。左プロのフォーメーションです。これは翔英クセ、岡山ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しました翔英、しかしそのランニングバックに対して岡山凄まじいディフェンスチャージがありまして、このランプレーを約3ヤードから4ヤードのロスに変えています。見事なロスタックルを決めましたのは、フロントにありますおそらくは83番の選手かと思います。失礼しました。番号を後ほど確認したいと思います。失礼いたしました。しかし素晴らしい対応でした。翔英セカンドダウン14。さあ、ここでも岡山ディフェンスがチャージをかけます。クォーターバックプレーアクションからパスを投じようと構えましたが、ターゲットを探す間にディフェンス陣殺到、クォーターバックたまらずスクランブルという形になっています。しかしクォーターバック2番素晴らしいコース取りをしまして、このプレーをゲインに変えています。約4ヤード取り返しましてサードダウンに変えています。この辺りは絶妙の視野と、そして素晴らしいボディブームを披露しています。2番の山西です。近畿大学出身。さあ、翔英サードダウン10。ここで一気にいった翔英ファースト。先ほどのプレーの勢いあってか翔英あえてランプレーを展開しました。ランニングアップ33番、その相手の裏を突くようにミスシュートを一気に突破。ここはオフェンスラインの素晴らしいブロックも控えています。大きく空いたランニングホール見事に駆け抜け攻撃権更新です。翔英ファースト素晴らしいランで攻撃権突破を、更新を果たしましたのは33番皆口でした。神戸学院大学出身。先ほどのプレー、しかしオフェンスライン陣も素晴らしいブロックを披露していました。さあ、翔英相手陣44ヤードからのファーストダウン10。今度はフルバックのダイブプレー、再びタイミングを変え、今度はランニングバック5番が入る直前にコースを変えまして、この判断コースをし約6ヤードから7ヤードのゲインに変えています。ここで非常にクレバーなダウンをしたのは5番の辻井でした。近畿大学出身です。翔英相手陣37ヤードからセカンドダウン4。さあ、左にタイトエンドを入れた左プロの体型を取っています。ファースト、今度はタイトエンドサイドへのパワーオフタックルでランニングバック33番左オフタックル付近突破し攻撃権更新です。翔英ファースト非常に力強いオフェンスラインのブロック力を生かしたランプレーによりまして攻撃権更新重ねている翔英です。それに応えているのは33番の皆口です。神戸学院大学出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。先ほど岡山は素晴らしいロスタックルを決めた選手は83番の服部でした。徳島大学出身のルーキーです。関西学生リーグの下部、しかも四国に在籍しております徳島、非常に地理的に厳しい中、しかしアメリカンフットボールに邁進しているチームの OB がこの X2 で活躍しています。
さあ、レフリータイムアウトと解けました。試合再開です。ショーエー相手陣29ヤードからファーストダウン10。アイフォーメーションを上昇しています。今度は左プロの体型を取りました。失礼しました。先ほどのプレーを見失っておりました。誠に申し訳ございません。クォーターバック2番、プレイアクションから左にロールアウトし、ワイドレシーバーへのパスを投じようとしましたが、そのターゲットを探す間にディフェンス陣が殺到。キュービーサック、パスを投じる前にしておりまして、約5ヤードのロスに変えています。さあ、ショーへ下がりまして、セカンドダウン15の状況。アイフォーメーションは変えませんが、今度は右ツインの体型に変えています。ここをランプレーでいった。パスと思わせておいて、そこにランプレーを投じました。裏を突くようにラニワーク33番密集点一気に突破しまして、10ヤード近いゲインを奪っています。しかし下がりました距離大きいために攻撃権更新には至っておりません。残り距離2ヤードほど残しまして、サーダウンに変わっております。しかし大きなランを決めましたのは翔英、32番の野田でした。近畿大学出身。またこのランを決める素晴らしいブロックをオフェンスライン陣披露しております。ここでホイッスル。翔英、ここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは翔英、ここを勝負どころと見ましたが、一旦ここで落ち着かせるため作戦タイムを取ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によりまして実現しております。この企画にご賛同くださりました多くの企業様、個人様の寄付ありまして、この配信は成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集を継続しております。この配信にあります説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL 掲載ございます。こちらで内容をご覧いただき、ご賛同叶います方々はぜひこれからもご協力よろしくお願い申し上げます。またこれらの支援がありまして、私は地方の学生のアメリカンフットボールの配信も実施することが可能になっています。多くの方々のアメリカンフットボールをご覧いただく、そして地方にある方々への、その支援という方も兼ねまして、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。タイムアウトときまして、ショーエブレイザーズ3ラウンパスタ獲得まで残り2ラウンド。さあ、試合再開。ショーエーサーダウン2。さあ、フルバックの大プレー。この一周点のラン果たしてどうかというところですが、ここでイエローフラッグが投じられています。反則が発生しています。さあ、ここで、投じられた反則は果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前にディフェンスが相手エリアに侵入していたという反則です。いわゆるフライングに値します。この反則により5ヤード抜退、従いまして残り距離2ヤードとなるため、ここで攻撃権は翔英更新となります。翔英ファーストダウン獲得です。翔英相手陣16ヤードからのファーストダウン。パス不成功。ここでクォーターバック2番、奥に走り込んだレシーバー26番にパス。
26番エンドゾーンギリギリで競り合いましたが、しかしわずかにそのキャッチならず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。翔英、今度はタッチダウンパスを狙いました。しかしこれはなんとか岡山が食い止める形になっております。しかし翔英攻撃継続中です。翔英相手陣16ヤードからセカンドダウン10。ランプレーできました。しかしこれは翔英も食い止めます。中央密集点の突破を図らんとランニング枠にボールを託しましたが、ここは翔英のディフェンス、52番筆頭にそのディフェンス陣群がりましてランを阻止しております。サードダウンに変わります。見事なディフェンスの対応をしましたのは岡山スタンディングベアーズ52番のガモーです。専修大学出身のプレイヤーです。翔英サーダウン10。パス不成功。ここで翔英はパスによるタッチダウンになった。ターゲットは8番、しかしわずかにパス合わず不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。翔英最後の攻撃権フォースダウンですが、果たしてどのような戦法を繰り出すでしょうか。フォーメーション組みました。プレーを選択します。この1回で攻撃権更新を狙います。フォースダウンギャンブル。ナイスパスカット、パス不成功。クォーターバック2番、ここでプレーアクションからエンドゾーンにめがけてパスを投じましたが、しかしこれを岡山スタンディングベアーズディフェンス陣見事にパスリフレクトしまして、パス不成功としています。結果的に4回目の攻撃失敗となるので攻守交代、テイクオーバーで攻撃権変わりまして岡山スタンディングベアーズに変わります。さあ見事に防ぎました岡山、ここから反撃に入ります。ボールオン自陣16ヤードからファーストダウン10、失礼14ヤードからファーストダウン10です。しかしここは、翔英もディフェンス陣が見せます。まずランプレーから岡山は入りました。中央突破を図りましたが、しかしここに翔英43番立ちはだかりまして、このラン阻止しております。見事なタックルをしましたのは翔英43番の三上、チームキャプテンです。近畿大学出身、岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック13番ショットガンフォーメーションからパスを投じましたが、レシーバーキャッチできずパス不成功でサードダウンに変わります。岡山はショットガンフォーメーションからパス攻撃によって突破を見出さんと現在攻撃を展開する模様です。しかしサードダウン10に状況変わっております。レシーバーを4枚、今度は左右に散らしました 2×2 のフォーメーションです。パス不成功。外に展開していくレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスのカバー厳しくパス不成功となりフォースダウンに変わっております。パス攻撃は相手の裏を突き、そして一気にゲインを図れるプレーですが、しかし失敗しますと前進ができません。また時計経過、時間も経過できない形になり、非常に厳しい諸刃の剣となっています。岡山フォースダウン10に状況変わっております。
パントフォーメーションを取りました。このパントは翔へのラッシュ厳しく自陣脱することできませんでした。岡山スタンディングベアーズ陣28ヤード付近でボールデッドし、この位置でテイクオーバー、攻守変わりまして翔へに攻撃権があります。さあ翔英は相手陣28ヤード付近からの攻撃と変わります。翔英相手陣27ヤードからのファーストアウト、パス成功。まずは左にクォーターバックドロップバックから左に展開した8番にパスを通しまして、約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。確実なパスを投じましたクォーターバック2番は山西、それを取りましたワイドレシーバー8番は川端です。翔英相手陣19ヤードからセカンドダウン2、翔英ファースター。ここで翔英中央にフルバックを突入させます。ライブプレーによって攻撃権更新としています。見事に攻撃権更新果たしまして、翔英攻撃権をファーストダウンとしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあレフリータイムアウト解けまして試合再開となります。翔英ファーストダウン点で試合再開です。さあランプレーを行使しましたが、ここは岡山も踏みとどめました。ランニングバック14番のランプレーを岡山スタンディングベアーズ17番でしょうか、立ちはだかりまして、このランを阻止しております。ここで2ミニッツウォーニングとなります。今シーズンより、日本国内のアメリカンフットボール、アメリカのカレッジルール NCAA ルールの変更に伴いまして大きな変革があります。従来はプロリーグでしか採用されませんでした。前後半残り2分でのタイムアウト、2ミニッツウォーニングが採用となりました。アメリカンフットボールは得点を奪う競技でありますが、しかし同時に時間をかけた競い合う競技でもあります。この時間をいかに使うかをこれから計算し尽くす、その2ミニッツの攻防をぜひご注目ください。
さあ残り2分を切っての2ミッツオーニング解けました。これより試合再開です。翔平相手陣14ヤードからファーストダウンテン。さあ中央ジャンプナイスゲインファーストここで翔平一気にこの距離をランプレーによる突破を図りました。エンドゾーンにはわずかに届きませんでしたがゴール前に迫る見事なランを決めております。さあゴール前1ヤードに迫りまして翔平ファーストダウンテン。さあフルバックランプタッチャー。この距離を確実に大プレーでタッチアウトしました。ナニバック5番エンドゾーンにその体を文字通り飛び越しましてタッチャー。6点獲得となっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。しかし見事なタッチダウンでした。翔英5番その体を中央飛び込ませましてタッチダウンを獲得する形に至っております。5番辻井の素晴らしいプレーでした。近畿大学出身のプレイヤーです。タイムアウト解けまして試合再開です。翔英トライフォーポイント。キック決まりまして1点追加。翔英ブザーズ21点、岡山スタンディングブラズ0点とその差広げる形になっております。翔英実に着実なランプレー、そしてパスを重ねまして得点を重ねる形に成功しております。翔英そのスコア21点と伸ばしております。楕円形のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード、横53ヤード、得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点、タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12 分の試合時間、試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、 X3 リーグにご注目ください。
さあ審判団戻りまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。前半戦を終えまして、翔英が3つのタッチダウンを奪い21点リードする形で終わって、この試合は推移しております。そのハーフタイムに入りまして、双方ともその前半戦の反省点の見直し及び後半の策を講じる格好を取りました。さあそれが後半戦このタイムアウト解けましてから、それが披露される形になりますが、その策実りますのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。そしてこれによって試合はどのように推移していくでしょうか。まもなく後半戦再開となります。さて後半ですが、少し鉄サビですけれども、ちょっと、普段私がやっております配信をですね、いわゆるウェブカメラを使いまして、ご覧いただこうと思います。ウェブカメラは今私の胸部につけているのですけれども、操作画面の方を映し出せる形にさせていただきました。若干逆光しておりますので、その画面の内容映りが分かりづらいかもしれませんが、普段どのような形で配信しているのかを、ご堪能いただく機会として、ちょっとこのような試みをやってみようと思いますので、後半戦の数分間になると思いますけれども、ぜひこちらの方もご覧いただきながら、この試合の後半戦の推移をお楽しみいただければと思います。ご覧のとおり私の動きにつられて若干ちょっと視野はずれてしまいますので、この点はご了承いただきたいところでありますが、何卒その点はご勘弁いただければと思います。さあ両チームフィールドに戻りまして、これより後半戦再開のキックオフとなります。キックオフしますのは後半戦は翔英となります。翔英のキックオフをしますキッカーはどうやら59番が務めるかのようですね。59番は残念ながらメンバー表の方には登録、一覧の方にはありませんので、後ほど確認させていただきたいと思います。失礼しました、69番のキッカーでした。さあ岡山がリターンに入ります。岡山リターナー、そこから右サイドラインを駆け上がりまして、自陣38ヤード付近確保し、この位置から岡山の、攻撃という形に変わります。先ほどのキックオフしましたのは翔英ブザーズ69番のオーバイでした。近畿大学出身、リターンしましたのは岡山スタンディングウェアーズ、本日はクォーターバックに入っている13番の相生でした。大阪市立大学出身のプレイヤーです。さあ岡山自陣38ヤードからの攻撃に入ります。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。さあまずランプレーを投入いたしました。ランニングバックにハンドオフをしまして、左オープン突破を図りました。キャリアは23番となっています。しかしこのランプレーを翔英は見事に封じ込んでおりまして、ランによるゲインなくセカンドダウンに変えております。まず最初のランプレーを託されましたのはランニングバックの23番の諸本でした。日本体育大学出身のプレイヤーです。さあ岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10になります。再び中央へのランプレーを敢行しました。再び23番にハンドオフしております。今度は中央突破を図りました。しかしこれも翔英のディフェンス陣が集まりよく、ゲインは1ヤード程度にとどまっております。サードダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズサードダウン9。パス不成功。ここでクォーターバック13番は右に流れ、17番にパスを投じました。しかしこれは翔英のパスカバーよく、パス不成功に終わっております。ダウン変わりましてフォースダウンとなります。
さあここで岡山はトリックプレー、パントフェイクランを展開しました。一見パントにより攻撃放棄と見せかけ、そこからランプレーによりこのフォースダウンを突破図りました。しかしこれは翔英対応しまして、結果的にトータル10ヤード、届かず、フォースダウンによる攻撃失敗、攻守交代、テイクオーバーによりまして攻撃権は翔英に変わります。攻撃権変わりまして翔英ブザーズに変わります。翔英相手陣44ヤードからのファーストダウン10。パス成功。翔英、今度は翔英がパスから入りました。クォーターバック2番、左に展開していた2番にフックパスのパスを投じまして、これを26番キャッチし、そこから相手のヒットを受けながら前進し、約5ヤードのゲインと書いています。パスを取りましたのは26番の山下でした。近畿大学出身です。ナイスラン、ファーストラン。ここで翔英はフルバックに入った32番がダイブプレーで中央突破、相手のディフェンスを飛び越えるように見事攻撃権更新としています。翔英ブラザーズファーストラン。攻撃権更新を果たすランを決めましたのはランニングバック32番の野田でした。近畿大学出身です。翔英ファーストダウン10、ボールオン相手陣33ヤード。パス不成功。クォーターバック2番、パスを投じようと下がりましたがプレッシャーを受けましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。翔英セカンドダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ここでフルバックのダイブプレー、ラニバック14番ハンドオフを託されまして中央に突入、オフェンスラインが作りましたホールを見事突き抜けまして攻撃権更新としています。翔英ファーストラン。素晴らしいランを決めましたのは翔英ブザーズ14番の橋本でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。パス不成功。クォーターバックには右に展開した26番にパスを投じましたがこのパスは不成功に終わっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。翔英セカンドダウン10。密集点が7プレー、しかしこれは岡山食い止めます。
中央突破によってさらなる前進を図りました松永ですが、ここは岡山スタンディングウェアーズ52番立ちはだかりまして、ゲイン1ヤードにとどめております。岡山スタンディングウェアーズディフェンス52番はガモーでした。専修大学出身です。松永サーダンナイン、これはナイスラン、ファーストラン。翔英、ここでランニーバックに、ラインの選手69番を入れておりました。オフェンスラインの体育を生かしたその力強いダイブプレーによって大きく前進しまして攻撃権更新です。翔英ファーストラン、ここでラインマンがボールキャリアとなりまして前進いたしました。翔英69番はオーバーでした。近畿大学出身です。さあ翔英、相手陣9ヤードからファーストアンドゴール。さあ中央へのプレー、しかしこれは岡山スタンディングベアーズ食い止めます。ランプレー重ねる勝負ですが、岡山もディフェンオフェンスランディフェンスに関しては自信があります。このランを食い止めんと立ち上がっておりますが、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクに入ります。テスサビにですが、ウェブカメラで私の操作画面を、一部映しながら、ご覧いただけたと思いますが、幾分かアメリカンフットボールの試合の試合に進行の際、時計の進行やあるいはダウンカウントの進行といった部分がどのように行われるかという部分をご覧いただく機会になったかと思います。実際にはこれは審判団が分業しておりまして、実際の試合はダウンカウントを専任で行うもの、次回の総時間を行、クロック操作を行うもの、40秒計25秒計を操作を行うものと、それぞれに人数を割り振られて行っております。それを私は一人やっておりますので、どうしても正確性に欠けます。またフィールドで行われているダウン操作は審判団のシグナルですが、これによって時計が進むタイミングを見ながら私も目視判断するため、どうしても正確を得ません。この点ご了承いただきながらご覧いただければ幸いに思います。さあ試合再開です。翔英、相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール。パス不成功、ナイスパスカット。ここで翔英パスプレーにより一気にタッチダウンを狙いました。ここに走り込んだレシーバーへのパス、それは手に届くところでしたが、しかしこれを岡山見事にパスカットしまして、パス不成功に変えております。ナンバーを確認できなかったのが惜しいところですが、ディフェンス素晴らしいプレーを見せました。翔英サードダウンに変わります。相手陣8ヤードからサードダウン2ゴール。パス不成功、ナイスディフェンス。ここでエンドゾーンへのパスを投じました翔英。ディフェンスとの1対1の状況に持ち込み、これはレシーバー手に触れる形になりましたが、しかしそのパスを岡山91番見事にかき出しまして、パス不成功としております。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが取られております。見事なパスカットを披露しましたのは、番号を再確認いたしますが、おそらくは91番登録の赤澤だったかと思われます。日本体育大学出身のプレーヤーのように、見えました。
さあ翔英はフォースダウンとなりますがプレーします。フォースダウンギャンブル、タッチダウンにこだわります。さあランでいった、しかしエンドゾーンに届いていない。結果的に4回目の攻撃失敗となりましたので、ここで攻守交代、テイクオーバーで岡山スタンディングベアーズに攻撃変わります。翔英ここはさらにタッチダウンで得点を加算狙いましたが、しかしこれは岡山ディフェンスが意地を見せまして、この攻撃を食い止め、無得点で攻撃権を奪還する形に成功しております。現在フィールド上レフリータイムアウトが入っております。柴田様メッセージありがとうございます。どうやらメッセージの方は消されたようですが、どうぞご遠慮なくメッセージ記載いただければ幸いに思います。岡山に攻撃がありまして、ファーストダウン10。さあまずランプレーが出ます。岡山はランニングバックがハンドオフを受けまして、中央切り込み、23番タックルを受けながらスピンムーブで約6ヤードのゲインとしています。まずこのランを決めましたが、岡山スタンディングベアーズ23番の諸本でした。日本体育大学出身。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン4。さあ再び中央いった、攻撃権更新、ファーサー再びランニングバックにボールを託しました。ハンドオフ託されました。23番、やはり中央付近を体をねじ込むように前進しまして、攻撃権更新果たしております。岡山スタンディングベアーズファーサー、ここは23番の諸本が起爆剤となってこの攻撃権を更新する形に成功しております。さあこの攻撃継続するでしょうか。ボールオンは自陣18ヤードからの岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。ここで大きなミスが発生しました。ここでクォーターバックがハンドオフからキープレーに出ました。左オープン独走し、一気に攻撃権更新になるかと思われた矢先、翔英がタックルしまして、このプレーを阻止、最終的にファンブルとなりました。ボール31番が抑えまして攻守交代です。攻撃権変わりましてテイクターンオーバー、翔英に攻撃権変わります。見事なパワフルなタックルによってディフェンスボールをファンブルフォースしまして、それを最終的にものにしましたのは翔英ブレザーズ31番の山根でした。滋賀大学出身のプレイヤーがファンブルリカバーを決めています。翔英ボールを取り返して相手陣43ヤードからのファーストアンテン。パス不成功。クォーターバックにはここで奥に走り込んだ17番にロングパス。ターンオーバーの動揺をつきまして、一気にタッチダウンを狙うというパスを展開しましたが、しかしこれは岡山許しません。カバーしましてパス不成功としています。翔英セカンドダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。ナイスラン、ファースター。ここで翔英パスに見せかけドロープレー、ランプレーに変えました。一旦引いた状態からランニングバックに渡すカウンタープレー、見事33番決めまして攻撃権更新としています。
見事なドローのランを決めました73番の皆口でした。神戸学院大学の OB のプレイヤーが素晴らしいプレー決め、ファーストダウン獲得となっています。翔英相手陣31ヤードからのファーストダウン。手さあ今度もラインマンの69番にボールを持たせました。パワフルなプレーにさらにパワフルな選手を重ねまして、より力強いダイブプレーを展開しています。これは岡山なんとか食い止めましたが、しかし1ヤードの前進を許しています。ここで投入されているラインでありながらバックスに入っているのは69番のオーバイです。近畿大学出身。翔英セカンドダウンナイン。さあ今度はランニングバック33番です。ハンドオフを受けまして右オフタックルから切り上がりました。ディフェンス殺到する中、これを飛び越えまして約8ヤードのゲインを果たしております。鮮やかな発想飛びを見せましたのは33番の皆口でした。神戸学院大学出身。翔英サーダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣22ヤード。さあフルバックが行った。密集点69番に突入を図らせました。しかしこれは岡山食い止めフォースダウンに変えます。ここは岡山許しませんでした。さあフォースダウンの状況に変わります。翔英フォーメーションを組む模様です。フォースダウンギャンプ、1ヤード突破をこのワンプレーにかけます。攻撃権更新、ファーストダウン。ここで翔英はランプレーにより突破をいたしました。託しましたがテイルバックに入ったランニングバックに左オフタックレナのプレー。このランゴー33番見事に期待応えまして攻撃権更新果たしております。翔英ファースダウン。ここは33番皆口に託しました。神戸学院大学出身のプレイヤーです。翔英相手陣17ヤードからのファースダウン点。不成功。クォーターバック2番プレーアクションから中央に入りました。3番にパスを投じましたが3番これをキャッチミス、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。翔英セカンドダウン点。ナイスディフェンス。ここで中央のランプレーを展開しようとしましたが、ここで翔英ディフェンス陣が立ちはだかりました。このランプレーを見事なソロタックルでランニングバックなぎ倒しましてノーゲイン。サードに変わります。ここで第3クォーター終了となります。
第3クォーター終わりまして、ショーウェイブザーズ21点、岡山スタンディングベアーズ0点、攻守方向入れ替え、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。さあこの試合も残すところ、第4クォーターの残り12分の攻防となっております。得点は翔英が3つのタッチダウンを重ねて21点のリードをしている状況でありますが、岡山もここの終盤に入って、素晴らしいプレーが散見するようになってまいりました。これが突破口となるでしょうか。これは双方その向きを変えまして第4クォーターに移ります。この配信は X2ウエスト、X3ウエスト全チームの合同企画によって実現しております。企画にご賛同くださいました企業様、個人様のご寄付大変感謝申し上げます。この企画現在も募集しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカート URL の掲載ございますので、こちらをご覧いただきご賛同を叶います方々、何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。さあこれより攻守の方向を変わりましてファイナルクォーター第4クォーターに入ります。翔英相手陣17ヤードからサードダウン点で試合再開となります。パス不成功。クォーターバックにはプレーアクションから中央切れ込んできた26番でしょうか、パスを投じましたが、しかしこれを岡山パスカットしましてパス不成功、フォースダウンに変えます。ここは岡山を譲りませんでした。翔英フォースダウン点フォーメーションを組んでギャンブル入ります。タッチダウンにこだわる翔英、フォースダウンギャンブル。ここで翔英、先ほどと同じパターンをあえて敢行しました。ターゲットは89番だったようです。今度はこのパスを見事キャッチしまして、そのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。翔英トライフォーポイントに入ります。このキック見事決めまして1点追加、翔英28点、岡山スタンディングベアーズ0点とその差を広げる形に成功しております。まさにサードダウンのシチュエーションと全く同じプレーをあえて敢行しました。そしてそのパスを今度は翔英89番、見事に88番のようです、見事キャッチしましてタッチダウンとしております。見事タッチダウンパスを取りましたのは88番の春口、関西学院大学出身のプレイヤーです。さあ鮮やかな攻撃によりまして、この第4クォーター最初のシーズン見事タッチダウンし得点を広げる形に成功した翔英のキックオフで試合再開となります。さあ短いキックを蹴りまして岡山はリターン入りまして事前45ヤード付近を確保し、この位置からの
岡山の攻撃という形に変わります。ボールオンは岡山陣42ヤードの位置にセットされました。この位置から岡山の攻撃に入ります。岡山はファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。キャリア23番にボールを託しまして中央突破を図らせようというところでしたが、しかしこれは翔英許しませんでした。中央立ちはだかりました、88番春口がタックルしまして、ゲインは1ヤードにとどめております。岡山セカンドダウン9。パス成功、ファースター。しかしここでイエローフラッグが投じられております。ここで岡山クォーターバック13番が見事に中央付近切れ込んだレシーバーにパスを通したところなのですが、この過程でどうやら反則が発生していた模様です。先ほどのプレーでの反則はありませんでした。プレーが成立しております。従いまして先ほどのパスプレーによって岡山スタンディングベアーズ攻撃権更新となりました。見事なパスプレーによって攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター。ナイスファースター。岡山ここでランニングバックス23番ハンドフォーを託されまして、一旦はディフェンスの殺到する状況になって詰まりかけましたが、そこから左にカットワーク、ワンアウト接客結果大きなランが展開できまして攻撃権更新になっております。岡山スタンディングベアーズファースター、見事な判断で攻撃権更新に繋がりました。ランニングバック23番は諸本、日本体育大学出身のプレイヤーです。さあ岡山ファーストダウン10。ここは翔英ナイスディフェンス。ここで再びランプレーを岡山は重ねようとしました。しかしそこに翔英ディフェンス陣殺到、最終91番藤井が仕留めまして、このランを2ヤード3ヤードのロスに変えています。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン13に状況変わっております。ボールオンは相手陣36ヤード。QB スクラム。クォーターバック13番プレイアクションからパスを投じようと構えましたが、ここにディフェンス陣がラッシュして殺到、これをかわし右オープンにスクランブルし、相手ディフェンスをまくりながらそれでも約2ヤードから約5ヤード近いゲインとしています。素晴らしいアスリート性を見せまして前進に変えましたのは岡山スタンディングベアーズクォーターバック13番のアイオイ、岡山失礼しました、大阪市立大学出身のプレイヤーです。岡山サーダン8。ナイスパスカット、パス不成功。
クォーターバック13番プレッシャーを浴びながら、しかし右に迂回しましてパスを投じました。しかしこれは翔英パスカットしまして、パスを防ぎフォースダウンに変えております。岡山フォースダウン8、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブル入ります。パス通ってる、攻撃権更新、ファーストダウン。ここで中央へのパスを投じました。ディフェンスのその隙間を抜いてワイドレシーバーにパスを通し、これをキャッチしたレシーバー見事に攻撃権更新果たしております。岡山スタンディングバースファーストダウン。さあこれにより岡山は相手陣21ヤードからのファーストダウン点に入ります。ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタイシファーストダウンやり直しとなります。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。特定の選手以外は1秒間開始前に制止を求められます。これができなかった場合フライングと扱われまして、フォルススタート、不正なスタートで5ヤード抜退となります。岡山ファーストダウン15で試合再開。クォーターバック13番プレイアクションから右に流れ、そしてそこからスクランブル展開しました。しかし足を滑らせ、結果的にはゲインは1ヤード程度にとどまっております。ダウン、セカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン14、ボールオンは相手陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック13番下がりまして、エンドゾーンめがけてパス投じんとしましたが、しかしプレッシャーからパスを投げ捨てました。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。何としてもパスにより打開を図りたい岡山ですが、しかし翔英譲りません。圧力をかけましてこの攻撃を再び止めようとしております。さあ岡山は突破できるでしょうか。岡山サードダウン14、非常に厳しい状況でした。しかしディフェンスの合間を抜くようにワイドレシーバーはこのボールに飛びつきまして、見事キャッチし、このプレーを成立させております。しかし攻撃権更新に至っておらず、フォースダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズフォースダウンプレーをします。フォースダウンギャンブル。右オープンのランプレーで突破を図りました。しかしこれを翔英止めまして、結果的に岡山ここで攻撃終了です。攻撃権変わりましてテイクオーバー、翔英に攻撃権変わります。
った。相手がうまいよ。岡山猛攻を見せましてエンドゾーンを伺う凄まじい攻撃見せましたが、これを翔英しのぎまして攻撃権取り返しております。翔英自陣16ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番右に展開した3番にパスを投じましたがパス不成功に終わっております。セカンドダウンに変わります。島田さんのメッセージありがとうございます。現在どうやら太陽光の影響でしょうか、機器に非常に熱が溜まっておりまして、それもありまして配信が不安定になっている模様です。誠に申し訳ございません。叶う限りは、その冷却が務まるように工夫はしていこうと思っておりますが、現時点は、解消方法がないということでご了承いただきたいと思います。また鶴見緑地は非常に電波環境が悪く、他の Wi-Fi 環境によって電波が不安定な状況になることがあったため、どうしても駒落ちが発生しやすいため、この点もご了承何卒よろしくお願いいたします。さあランプレーが入りましてサードダウンに変わります。この配信自体は、カメラの方でも録画をさせていただいております。後ほど私の方のブログでこちらの方の動画を別投稿させていただき、こちらを保管させていただく考えではおりますので、現時点では試合の経過を確認するための配信としてご覧いただければ幸いに思います。鶴見緑地はこの点が非常に困難な状況にあるということが私自身常に思っておりますが、試合をすぐさまできる限りご覧いただければと思っておりまして、配信を継続させていただいております。何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあパスを打った攻撃権更新ファーサークォーターバック2番プレーアクションから中央を切り込んだ8番にパスを通しまして、8番倒れ込みながらこれをキャッチし攻撃権更新となっております。翔英ブザーズファースター。翔英自陣33ヤードからのファースト10。さあここでフルバックのランプレー、そしてそのフルバックにはラインマンを先ほどから投入しております。キャリア69番、その体育を生かしまして相手ディフェンスを引きずるように前進し、約5ヤードから6ヤードのゲインとしています。力強いランを決めましたのは翔英ブザーズ69番のオーバイです。近畿大学出身。さあ今度はテイルバックのランプレー、テイルバックに張った14番ハンドオフを受けまして、今度は右オフガード付近突破しました。体を飛び込む、倒れ込むように前進しまして攻撃権更新を果たしております。翔英ファースター見事攻撃権更新しましたのは14番の橋本でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。パス不成功。クォーターバック2番パスによって突破を図りましたが、ここに岡山が殺到、パス不成功で、パスを投げ捨て不成功としました。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。
翔英セカンドアウンテン、ナイスランファースト。今度は14番にハンドオフしまして、14番がそこから右にバウンドアウトし、攻撃権更新としています。翔英ファースト。この状況を14番に託している模様です。橋本のランが冴えております。翔英相手陣45ヤードからのファーストアンテン、ここでホイッスル。失礼しました、時計操作を誤っておりまして、現在前半、試合時間残り2分となったところにあります、ここで2ミニッツウォーニングが入っております。現在暑さ対策を兼ねまして、日陰の位置に機器類をちょっとずつ移させていただいております。これのためにちょっと操作に不備が生じておりますが、誠に申し訳ございませんが、よろしくご了承お願い申し上げます。鶴見緑地は、屋根がございませんので、日差しにされた環境のため、機器類に非常に大きな熱負荷がかかります。これによって本来とは正常、な動きが伴えない点も、この配信の難しいところになっております。これらを鑑みいただき、ご配信、配信をご覧いただければ幸いに思います。もしこの点によりご不満があるようでしたら、何卒会場で生をご覧いただければ嬉しく思います。翔英タイムアウト解けまして、相手陣44ヤードからのファーストアウンテン。さあランプレー入りました。ランニングバック14番ハンドオフから密集点突破を図りまして、約8ヤードのゲインを獲得しております。翔英相手陣37ヤードからのセカンドダウン2。フルバックのダイブプレー、密集点突破で攻撃権更新を図りまして、見事それが成立し攻撃権更新です。翔英ファースト。ここは本日大活躍オフェンスラインマン69番の突進によりまして攻撃権更新としています。見事期待に応えましたが、69番大梅近畿大学出身。翔英ファーストアンテン、ボールオン相手陣33ヤード。再び中央へのプレー、キャリア33番ディフェンス殺到しましたが、約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが取られます。
ここでの負傷タイムアウトは、10秒減算措置が施されるため試合時間残り24秒となっております。時計もあります。試合再開です。ここでホイッスル。岡山、ここで後半1回目のタイムアウトを使います。岡山3人組合わず後半1回目のタイムアウトです。試合再開です。岡山セカンドダウン5、失礼しました、照英セカンドダウン5。さあランニングバック33番のランプレー、約6ヤードのゲインとなっています。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、照英ブザーズ28点、岡山スタンディングベアーズ0点で照英の勝利となりました。しかし双方とも闘志あふれる熱戦と演じていただきました。素晴らしい戦いでした。岡山惜しくも敗戦となりましたが、素晴らしい戦いです。 X2 残留目がけのため奮闘を期待したいと思います。ナイスファイトでした。そして照英見事に連勝しまして白星を続ける形になりました。素晴らしい戦い、完勝おめでとうございます。続きます一戦にも期待したいと思います。ナイスファイトでした。岡山惜しくもこの試合も敗戦という形になりましたが、素晴らしい闘志あふれる戦い、見事でした。ナイスファイトでした。X2 リーグの第3節、この一戦は照英28点で28対0で勝利する形になりました。しかし双方とも見劣らない素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速保護金差少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはブロンダが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間の戻り、脇を固め並み居る強豪たちに伸び倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持つ視点かもしれません。
あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に当たった試合でしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は残念ながら配信かなりの駒打ちが発生したいと思うようです。誠に申し訳ございませんでした。後ほどこちらの方は録画したものを編集し直しまして、私のブログの方で再投稿させていただきます。叶いました、そちらの方で再確認いただければ嬉しく思います。本日の配信は NFA アメリカンフットボール協会の主催によります試合を、許可いただきまして配信させていただきました。その配信を実況、そして、配信させていただきましたのは私道楽屋リチャでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。